先生の谷間見たくてバカなふり中学2年生の時数学の先生がグラビアアイドル並みのスタイルの先生だったんです。授業中に問題解いててと考えてるとわからない問題があるのと先生が近づいてくるんです、うん、その時の服装にもよるんですけれどもちらりと谷間が見えたことがあったんです。それから僕は毎日バカなふりをしておりました中学生って感じですね先生の谷間見たくてバカなふりっていうそれからねこれいきましょうか。ゴルフはねやっぱアンシネがね現れたっていうことで、はいはい、相当やっぱりゴルフ関係多いんですよね、うん、30代のゴーさんからいただきました。芝を読む太ももの先を俺は読むと芝を読んでる太ももの先を俺は読んでると、はいはいそんなことばっかり考えてるんでしょうねゴルフ見ながらさあそれからね、こちら千鶴さんという女性の方。子供たち早く寝てくれ頼むから狭い家だから気遣うんですよねここにもね経済的な事情が入ってるっていうところが、これもいいよ男性の方。今日こそは鼻息荒く早2ヶ月それからね、ガブリオリシリーズっていう、はいはいはい、浩二さんはずっとガブリオリシリーズなんですね、いきましょう。料理する姿を見てたらガブリオリもう年がら年中じゃないですかやめなさいっつよライスは関取だねですねそれからね、これは実際あったんでしょうね、ちょっと字余りなんですけれどもね、はい、恵子さん、セコムして我が家のカメラに映る路中っていう、はあ、まあそうなんでしょうね、それからね、これいきましょうか。20代ひろふみさん、僕にしか聞けない声があるんだよそれから20代トールさん、太陽と君の水着が眩しくてハ20代ぐらいのわびさびっちゃこれぐらいのもんですよです、ね、太陽と君の水着が眩しくてこのベタな感じがいいですねそうですね、20代だからそうですよね、はい、それからね、これもすごいな。女性の方。家族風呂順番待ちも苦にならずもうねもう興奮してるからやっぱりやめなさいって説明はしなくていいんだよそこをこう考えるのが楽しいんだから失礼しましたついついそうですね、あからさまな性格なんでねやめてくださいよ本当色っぽい五七五、今日もまだまだお待ちしてますからね。美味しいお肉が当たるんでどうぞアクセスしてください。